演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートで寝て生活できのこのご飯を食べたいと思います。まあ、キノコ以外にこういうお野菜も入ってますけど、これは美味しそうですね。しかも大麦入りご飯、体に良さそうです。そういうのも気持ちよく気になりますね。ではいただきます。鳥やっぱり塩木三兄弟のパン、本当に刺激がす。たくあんと高菜の部分はザクッとした食感が、下の方にある大麦ご飯のプチプチした食感がよく合っていましたね。そしてキノコ部分、キノコのプリプリとした歯応えと油揚げの旨味が、これまた下のご飯にうまく浸透していました。そして熟成だけは見た目ちょっと少なかったと思ったんですが、旨味はしっかり口の中に広がってきて、ご飯との相性もよくとっても良かったです。ただ全体にちょっと汁が染み込みすぎている感がありましたね。もうちょっとご飯の食感も味わいたかったなと思える部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。汁が中に浸透しないのって難しいのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。